アシュバートン男爵ダニング家の紋章、アシュバートン男爵ベアリング家の紋章。前当主ジョンベアリングがガーター騎士団員であったため、ホニスはクイマルワイペンセの文字の入った青いガーターが入っている。アシュバートン男爵はイギリスの男爵位。二度創設されており、1782年にジョンダニングがグレートブリテン貴族として上されたのが最初の創設である。 ダニング家が耐えた後の1835年に銀行家財閥ベアリング家のアレクサンダー・ベアリングが連合王国貴族として上されたのが二度目の創設である。以降その男系男子によって現在まで世襲されており、2020年現在の保有者は第8代アシュバートン男爵マーク・ベアリングである。 ホイック所属の庶民ギン・ジョンダニングが1782年3月27日にグレートブリテン貴族カウンティオブデボンにおけるアシュバートンのアシュバートン男爵に移されたのが最初の創設である。彼は王権拡大を狙うジョージ三世に抵抗し1763年にウィルクス運動を支持したり1780年4月に国王の影響力が増大してきた。 現在も増大中であり、削減されなければならないという決議案を出したことなどで知られる。初代男爵の死後、生存している唯一の息子であるリチャード・ダニングが、第二代男爵位を継承したが、彼は子供を残さなかったため、彼の死と共に、第一期アシュバートン男爵位は廃絶した。第二期は、初代アシュバートン男爵ジョン・ダニングの妻、 エリザベスの老いにあたるアレクサンダー・ベアリングが1835年4月10日に連合王国貴族カウンティ・オブ・デボンにおけるアシュバートンのアシュバートン男爵に助されたことに始まる。彼は銀行家財閥・ベアリング家の出身であり、ベアリングス銀行を経営しつつ庶民委員議員も務めた。以降彼の男系男子によって2016年現在まで世襲されている。 六代アシュバートン男爵アレクサンダー・ベアリングと七代アシュバートン男爵ジョン・ベアリングは共にベアリングス銀行の経営者として活躍しガーター勲章を受訓している。本邸はハンプシャー州ノーシントンにあるレイクハウス。家訓は困難の中での不屈の精神。ありがとうございます。